か早速着ることになるとは思いもよりませんでした。私、水浴びするのに服着るってのが理解できないのよね。あ、どうかな。俺にはよくわからん。似合っているようには思うが、女の子の気持ちっていうものを学ぶべきじゃないかな。というより、あんまり見られると。じゃあ川で魚でも取ってくればいいのね。ああ。すごいよね、冒険者さんって。いつもこういうところに来るわけでしょ。いつもはベタベタのドロドロで臭くてひどいんだから。今回は姉様の婚礼なんだから。そんなことよく考えたな。やっぱり憧れます。ん、あ、お姫様。言わないでよ。それともお嫁さんとか。もう言わせないで。If you like this content, also consider checking out my gaming channel where I make theory and speculation videos.